旧駅舎ホームホーム左が1番線、右が2番線陸前赤井駅は宮城県東松島市、赤谷沢川前市にある東日本旅客鉄道仙石線の駅である。高城町駅から東北本線に直通する仙石東北ラインの列車も停車する。島式ホーム1面2線を有する地上駅。ホームへは構内踏切で連絡している。石巻駅が管理する。 業務委託駅、早朝、夜間は無人となる。自動券売機、簡易追加改札機、窓口設置。石の巻き方に陸前赤い変電所がある。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震とそれに伴う大津波の影響により、戦績線は全線で運休となり、東駅及び陸前赤い変電所も被災した。 同年7月16日に当駅を含む山本石巻間で運転再開した際には、当駅は仮駅舎での営業となり、自動券売機及び簡易水化改札機のみ、設置の無人駅となっていた。また、変電所の被災の影響により、キハ110系機動車での運転となった上、当駅の交換設備は使用が停止され、2番線のみを使用していた。 2012年2月4日に新駅車使用開始と同時に窓口営業を再開した。2015年4月13日に交換設備が復旧するとともに電車の運用が再開された。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は458人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。ありがとうございます。